ザッス、ザッス、これ流行ってないですね。ザッス流行ってないですね。定着しないですね。はい、じゃあコメントにあのザッスって最初に入れてください。はい、もう安心するんで、あのなんかコメント書きたいなって時はザッス何々でしたねみたいな感じで。で今回の現場なんですけど、はい、クリア塗装。クリア塗装。はい。もう名前の通り透明の塗装ですね。はい。でいつもある塗装が塗りつぶしの塗装なんですよ。はいはい。あのよく見本板持ってってお客さんに次何色にしますかって提案をしていくと思うんですけど。こういう外壁ってこれ明治があってこうやって柄があるじゃないですか。ああ入ってますね柄。そうです、はい、でこうやってぼかしがこうやって入っとったりとか、はい、おしゃれな、はい、まあ、よくある壁なだと思うんですけど、そうですね、いつもの塗りつぶしだと全部消えちゃって、はい、ベタ移植になっちゃうんですよね。ですね、はい、でもったいないじゃないですか。もったいないです、ね。でまあできる条件があります。できる条件、はい、一つ外壁が傷んでない、はいはい、まあ、傷んでたとしても少々傷んでるぐらい、はい、でタッチアップって言って例えば傷が入ってたら、はい、あのちょっと補修して調色してこの色に合わせてまたちょん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 ってやって、あそういうことですね。そうです。クリアした後にちょん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 ってやってまたクリアかける。でやったりとか、まあ、はい、極力傷んでないこと、はい、はい、でまず何が変わってくるかっていうとシーリングですね。これ、はい、ゴム入ってますね。はい、これが色ついてます。はい、この色が大体この目地に合った色、あそれが目安という。そうですね、はい、これにしないといけないです。いつも大体、はい、白いコーキングを売ってます、ね、売ってると思うんですけど、はい、これはもうあの色をつけてますわざと。コーキングに色を、そうです、のせるとかじゃなくて、コーキング自体がこうやってなんかカンカンがあるんですけど、そこにあの硬化剤と主剤が入ってて、硬化剤入れて色粉ってのがあるんですよ。それをチューチューって入れて攪拌するとこの色になるんですよ。そうなんです。なんで目地もその外壁に合わせてまずやります。はい、まあ、さっき言った条件はとにかく傷んでない、はい、もう傷んでるんだったらもう塗った方がいいです。塗りつぶしっていうことは塗り替えのタイミングがちょっと早めの方が、そうですね、はい、で結構あるんですけど住宅の塗装って、まあ、傷んでからが目安っていうのもあると思うんですけど、傷む前にしかできないこととやっぱり早ければ早いほどがいいかもしれないですね。そういう意味では、あそうですね、はい、下地がどんどん出てきちゃうんで、なので守ってあげるってことでクリア塗装が。ちなみにこの住宅は、はい、はい、新築から今どれぐらい経ってる。ここの住宅は多分10年ぐらいってさっきお客さん言ってました、うん、はい、はい、なので傷んでない方です。10年ぐらいでこれぐらいのコンディション、はい、そうですね、あとはまあ立地条件とか、はい、まあ、とそうですね、近くになんか山がないとか湿気がたなんか保つものがないとか、はい、まあ、地域にもよりますよね。日陰になる部分が多いとか。でこれがちなみにもうかかってる状態ですね。今かかってる状態ですね、はい、ちょっと濡れ感が出てる。あ出てますね、はい、ちなみに1回目の塗装です。あ1回目でもうすでにこんなに、そうなんですよ、艶が、艶感が出るんですね。はい、じゃあ今からちょっと塗ってないところ塗ってきますね。はい、はい、レッツラゴで実際まだこれ今から塗るんですけど、はい、もう全然塗ってないです。はい、でこっちが今上の段ですね、降りバーッと降りてきたんですけど、は濡れ感がありますよね。 ありますね。ちょうど境目が、はい、艶があってありますよね。ここが境目ですね。そうですね、ここからじゃあちょっと塗りますね。はい、で材料をつけて塗ります。わかりますか。あーもう全然違います、輝いてますね、はい、艶が出てますね。ありますね。でクリア塗装のコツなんですけど、はい、色がついてないんで材料が垂れるのがちょっと見づらいんですよね。あ、はい、なのであんまりつけすぎない、どっちみちあの重ね塗りをするので、はい、ちゃんと材料を切ってあげてそれを少しずつ伸ばしていく、はい、まず材料を配ってこれで伸ばしてますよね。そうですね、はい、でまた横でちゃんと塗っていく。目地の塗り残しは絶対ダメなので角度も結構大事で、自分が塗ったところってこうやって見てると全てが反射してるんですよ。あ、はいはい、なんでその光が目に入ってくるじゃないですか、はい、なんで角度こうやって変えて横からこうやって目残しないかなって、あ確認しながら、そうそう、こうやって目残る見ていかないとダメなんですよ、はいはい、本当にあのこれ一応開けた方がいいんですか。開けた方がいいですね。いやちょっと目を起立させて
舐めるように見ないとやっぱで見ないとダメです。はい。そうですね。はい。でまた次のスパンに行きます。塗り残しで出やすいポイント。こういうまず目地ですね。よくある。段差奥まで塗料入ってないよとか。あとはつなぎですね。大体僕らはこのアンチ、アンチより少し下まで来てねって言ってます。そうすると下から塗っとる人がちょっとかぶせてあげれるんで。はい。なんでそのちょっとかぶりを意識してあげないとお互い逃げちゃったら、あ、これまで来てるなーっていう、はい、なんで今ここまでペンキが来てますけど、ここまで来てるからここまで塗るんじゃなくて少しかぶせないとここが残るんですよ。ああ、そういうことですね。そうなんです、なのでお互いちょっと声掛け合いながら、俺ここまで塗ったよーとか。はいはい、本当綺麗ですね。そうですね、かけかですね。もうすごい濡れ感が出ますよね、はい、これ一度塗ったら、はい、もうこのテカリ感で、はい、終了ってわけですか？ではないんですよ。あ、そうなんですか。やっぱりツヤは出ますけど、はい、やっぱり塗料で塗り重ねるとさらに強くなるので、あ、はいはい、なのできちっとそのメーカーが言ってる回数は絶対塗らないとダメです。クリアの場合は今下塗り、これ中塗りこうやって入れたら、はい、下塗りか、下塗り入れたらもう一回塗ります。あ、二回の。そうですね、はい、はい、ちゃんと膜圧をつけないとダメなので、はい、はい、とにかくタレと塗り残しが肝です。でローラーもあの泡立ちにくいローラー、気泡が出にくいローラー選んだ方がなお良しです。こうやって塗った時にブクブクブクって泡出るローラーがあるんですよ。あ、そうですか。それは適してないので良くないです。金額的にはどうなんですか、はい、その、はい、クリア、まあ、そんなに大差はないですね。ただ気をつけるポイントが、手間はちょっとかかります。正直クリア自体塗るのは早いんですけど、はい、天井あるじゃないですか、はい、天井とクリアの境って塗り込めないんですよね。あ、そうなんですか。はい、本来だったら天井を最初塗りますってガバッてかぶせれるんですよ。フタイブって言って天井やったりハフ板、トイもそうですけど、こっちは汚しちゃダメじゃないですか、はい、でも天井ってもうついてもまた塗れるじゃないですか、かぶせて塗る。そうです、はい、天井を例えば普段だったら、うん、天井塗ります、壁塗りますとか、壁塗ります、天井塗りますって言って色がつくんでどっちみちかぶせれるんですけど、はい、これって絶対汚せないじゃないですか。そうですね、天井の色ついたらアウトじゃないですか、はい、なので ああいうギリギリのところで紙テープ貼ってもいいですけど、紙テープも一応信用できないので、はけでこうやってずっと線引いてくるんですよ。天井は天井だけで、はい、なのでその手間があるんでちょっとスピードが落ちます。倉島さんさっきやってましたわ。やってました、はい、ずっとはけでこうやってギリギリ、はい、やってます、やってます。あとまあ壁自体はまあそんなに手間はかかんないかもしれないですね、正直。ただまあ注意として、これからの季節寒くなるじゃないですか、はい、乾いてる途中に気温がぐっと冷え込む時間帯、夜間とか、はいはい、なのでまあちょっと現場忙しいでってちょっと遅くまでバーッと塗ってると、次の日真っ白になってる可能性もあるんですよ。あ、白くなるんですか。ブラッシングって言って急に冷え込んだりとか湿度が異常に高かったりしたら、発火って言ってもう白くなっちゃうんですよ、クリアが、はいはい、曇っちゃう。もうそうなったらまあ大変。また落とさない、落とすのか、ちょっと僕体験したことないんで あれなんですけど、まあとにかくそのせっかく塗ったものが白くなっちゃって、もしかしたら塗りつぶしになっちゃったりするかもしれないですね。なんで本当にあんまり無茶できない、気温とか塗り重ねのタイミングが非常に重要です。あ、はい、でちょっとこっちまでバーってちょっと僕塗っちゃいますね。はい、はい、じゃあもうちょっと自然に塗ってきますね。お願いします。ちょっとカメラ意識なしで、よいしょ、あ、腰が大事ですからね、腰が。よいしょ。あれ、昨日何やってたんでしたっけ。昨日はフットサルやってました、はい、体調はどうですか。もうやばいですよもうこの辺が、この辺、この内側もう真っ赤っかですよ、もう筋肉痛で、もう悲鳴上げてますって。もう僕来年で30になるんですよ。あ、見えないですね。僕来年で30になるんですよ。見えないですねあ、味噌汁ですか。そうなんですよ、僕来年で味噌汁なんですよ、本当に。なんでもいい、はい、20代、はい、どんな年でした。あ、どんな20代ですか、はい、20代は仕事ばっかでしたね、やっぱり。何が一番男として大事かって、やっぱ仕事になってくるんで、やっぱりなんかまあその
後輩と向き合う時間も大切ですし、やっぱり何より現場が一番大事ですね。やっぱ最近テラリンさん調子乗ってるんで。調子乗ってる。そう、最近 YouTube ばっかりで調子乗ってる。そうですね、現場に全然出ないんで。あ、でもとにかく現場楽しいですね。そうですね、はい、やっぱ寒い時とかでもやっぱみんなと寒い思いして、昼ご飯を外で食うんですよ。あ、お店で食うのもあるんですけど、たまにカップラーメン外で食っとんのも美味しくて美味しくて、うまいですよね。たまらんすよ、たまらんすよ。もう少しですね。で、ここの水切り部分は後で刷毛入れをします。あ、はい、はい、この裏側にもサイディングの返しがあるんで、あ、ここをメインで、はい、で、あとはここは色貝が来るので、はい、サビが入って中塗り上塗り、はい、クリア塗装ができるそのレベルの壁、はい、その痛みがないっておっしゃってましたけど、はい、どれぐらいのレベルならできるんですか。そうですね、まずチョーキングっていって白くなって、こうやって擦った時に白いのが映ってこない。あ、はい、これ全然、まあ、洗浄かけてるんでない、ね、白いのがないじゃないですか、はい、それがまず少ない、もう出ないぐらい、はい、っていうのと、あとこれでよく目地のこういう角とか、これちょっと傷んでると思うんですけど多少、はい、この辺ですね、角、はい、はい、これがもっとひどいと欠けてくるんですよ、もうボソボソって、ね、だから段ボールの中身でできたみたいな、あ、はいはい、よく下地が出てくるんですけど、はい、それが出てたら結局はそのいいんですけど、塗ってもいいんですけどそのまま出ちゃうので、あ、例えば汚い壁にそのままクリアかけたとしてもそのまま汚い状態がテカテカになるだけなので、なんでもうパッて見た時に傷がないとか、それがもう第一条件ですね。じゃあ、まあこれからやろうとしてる方はそういったことを、はい、そうですね、目安に、はい、もうせっかくだったらクリアでやってあげた方が柄が残るので、またちょっと柄残す方法もあるんですよ。あの2色分けっていうちょっと今週撮りに行くんですけど動画、一回この目地の色だけ全部塗っちゃった後にこの色を薄く、もう目地に入らないぐらいちっちゃい細いローラーで表面だけ撫でて、そんな巧みな技があるんですね。そうなんですよ、巧みな技が、それちょっと紹介したいなと思って、で今回まあクリアがなかったんで動画に、はいはい、その見栄えはあんまり変わんないんですけど、やっぱりあの家を守るっていう意味での塗装なんで、はい、ただ見た目が変わって気分が変わるっていうだけの塗装とはまたちょっと違いますよね。あのいつまでもね、やっぱ新築の状態を保つためにはやっぱクリア塗装っていうのは大事なんじゃないですか。いつまでもね、この新築の輝きを保つためには、そうですね、それちょっとパクっていいですか。コメント泥棒。罪悪感はないですか。罪悪感はないですね。こんな感じですね、はい、どうですか、ツヤ出てますか。綺麗ですね、ピカピカですね。これまた、はい、この光が当たると、はい、もっと、そうなんです、テカリが、そうなんです、わかります、わかります。でもすごいです、すごいですね、見た目でも。この今日陰ですけど、はい、日陰でも輝いてますね、はい、そうなんです、もう太陽光入ったらもうすごいですから、サンシャインですから、もう本当に色あんくていいっすって。今回、まあ、なかなかないクリア塗装なんで、ちょっとご紹介させていただきました。はい、チャンネル登録と、チャンネル登録ザス、いいねザス、コメントザス。で、あと、ツイッターとか、インスタグラムもやってるんで、塗り替え登場、もうぜひフォローしてください。で、拡散してほしいですね、ぜひ。こんな職人おるよ、とか、アホだろ、こいつら、みたいな。これ何でもいいんで、悪口はやめてね。悪口はほどほどにしてね。消せないから、それは。それは消せないからね。はい。じゃあまた見てねー。